はい、えー、皆さんこんにちはレクセンにこうしたタダですえー、タダからですね、え、外務専門職工学理学習法というテーマでですねえ、外務専門職権に関するですね、え、ガイダンスの講義を行ってまいります でえーまあ、具体的な、ね、中身ですけど、まずは試験の中身ですね、えー、外務専門職試験、どういった試験なのかというところを話をしていきます。それからですね、えー、対策ということでありまして、えー、実際にですね、じゃあ、外務専門職試験に合格するためには、えー、これからですねどういった対策していいいんだかという対策ですね、そういった試験内容と、ね、対策について話をしていくいうことにいたします。というわけで、まずはですね試験の中身についてね、話をしてまいります。レ、えー、ジジメのですね2ページ目を見てください まず1番、ですね試験内容ということですが受験資格ですけどね、ねまあ、丸1だけ注目していただければ基本的にいいわけですが21歳以上30歳未満のものということですね21歳以上30歳未満の人が受験できるということになっています。さて試験ですけど、ね、各区に1次試験と2次試験のね2つの試験が行われるわけでしてまずはね1次試験から見ていきます。 一次試験ですけどですねまず一番最初に書えれますのがこの基礎能力試験というものですね基礎能力試験、まあまあ、昔ね教養試験と呼ばれているものでありますけれども具体的なですね問題といたしましてはこのね公務員としての必要な基礎的な能力ですねそれから知識及び能力に知能について筆記試験ということでして まあすごく大雑把に言いますとですね、えー、高校までの、ね、知識で解けるのがあこの基礎能力試験まずその基礎ですよね、えー、基本的な知識ですね、そういったものがあるかどうかということを評価していくのがあこの基礎能力試験と思っていただきたいと思います。でえー、具体的な、ね、試験科目ですけども、えー、まずはです、ね、知能分野ということでしてで注意として、ね、27代ということで非常に多いんですね。 え全部で,です、ね、40代、取、え、材、ー、があるわけですけれども40代中27代ということでして、えー、3分の2がです、ね、この知能分野からの取材なんですよというところはぜひ注意をしてください。でえー、具体的な取材科目ですけどね、えー、まず文章理解ということでしてこれ名前と言う文章の理解と、ねえー、長文読解問題であると。 現代文英文英ですねそれぞれ出まして大体いいですね A4 のですね1ページのね A1 ページぐらいのです、ね、文章がありましてそれについてですね用紙として正しいものを選びなさいとかあるいは内容として正しいものを選びなさいそういったですね長文読解問題が出ますのが文章理解ですでそれからですが判断推理数定推理資料解釈とあるわけでありまして、まあ、いっぱいねこの3つを合わせて数定処理と呼んでいます。 まあ、なぜ数定処理と呼ぶかというわけですが、名前の通りですね、数学的に問題を解いていきますので、まあ、数定処理と呼ぶわけです。ただ、数学的に、ね、問題を解くと言いましても、それほど高度の数学が要求されるわけではないです。せいぜいですね、中学校の数学レベルでありまして、そんなレベルは高くはないです。ただ、いわゆるですね、あの方程式を解きなさいみたいな、そういったですね、あの中学の、ね、数学の試験みたいな、そういった問題ではなくて、 通学を使ったパズルに近いのが、えー、このですね、えー、数定処理なわけです。えー、具体的に言いますとですね、まあ、食塩水の濃度を求める問題とか。あるいは速さを求める問題ですよね。あの、通過算とか、追い越し算とか言いますけれども。えー、例えばね、そうやっね、えー、橋があって、両側からですね、同時にですね、そのね、電車がスタートして。えー、何秒後よ、整地がいますかみたいなね、問題が出ますのが、えー、こう数定処理でありまして。 ただ一番近いのがあの中学入試の算数ですよね。ああいった感じの問題になるのがこのですね、数的処理だと思っていただきたいと思います。ですので数学的な知識はねあまり必要とはしないんですけれどもただね解放のテクニックですよね。例えば速さの講式とかね。 えー、濃度の求め方とかそういった、ねえー、基本的な、ねえー、そういった解放の、ねえー、テクニック、えー、こういったものを、ね、覚えていないと、えー、なかなか、ねえー、正解できないというのがこの数的処理ですのでだこの数的処理しかも、ねえー、非常に問題数が多いと16問ということでして。 そう教養試験、まあ、基礎能力試験の40%がですね、このですね、数典処理の、ね、問題ということになりますので、そういった意味でウェイトもね、非常に大きいのが数典処理ですのでね、ここはですね、教養試験でもね、特に一大事、絡みになってくるというところはぜひ知っておいてください。で、それからですね、知識分野ということでして、自然人文社会と出るわけですけれども、こちらはですね、本当、高校で勉強する教科。 だから自然というと何が出るかというと、まあ、生物とかね地学そういったものが出るわけです。で人文といいますと日本史とか世界史で社会というとまあ政治経済ですねそれからまあ法律時事問題といったねそういった類の問題も出てきます。ですんで、まあ、これは本当に高校で勉強する教科でありましてでレベル的にもそんなに難しくはないですね、えー、大学入試センター試験の一番優しい問題ですね、えー、ぐらいに思っていただければいいと思います。 ですからね、ちょっと勉強すればきちんと解けるんですがただ範囲が広いわけですねあの生物だけとか、ね、日本史だけというわけではなくて結局日本史も世界史も勉強しなければいけないというところでして幅広く広く浅く勉強していかなければいけないのがこのです、ね、知識分野の、ね、特徴だというところをです、ね、知っておいてくださいでなおこの基礎能力試験ですけれどもあの外務専門職用の基礎能力試験というのは特にないんですね 一番下に書い一番ねその、基礎能力試験の最後に書いてあるところですが、この基礎能力試験は、国家一般職試験と同一の問題です、えー。国家一般職試験と同じ日、同じ時間に実数んですね。なので全く同じ問題を使いますので、この基礎能力試験に関しましては、特にあの外務専門職向けの対策というのがあるわけではなくて、通常のですね、まあ、いわゆる地上国家一般職と呼ばれていますけれども、それ通常の公員試験対策、同じことを行っていきます。 まあ具体的なね、勉強は後で言いますけれども、まあ、それで過去も繰り返しとくということなんですけれども、そういったね、対策になっていきますので、ですので、基礎能力試験に関しましては、まあ、外務専門職特別のね、対策というのは特にないと思っておいてください。そういったね、国家一般職試験と全く同じ問題が出ますよということになります。で、まあ、そういうことで基礎能力試験はね、そんな他の公務員試験とあんまり違いはないんですけれども、しかし、大きなね、違いが出てきますのが次。 専門試験とということになります、まあね、外務専門試験で、ね、一番鍵、ね、を握ってきますのがこの専門試験ということでしてで何が大きく違うのかということですがここのね記述式とということです基礎能力試験は択一式ということでして要するに五択のマークシート式の試験なわけですね。五つ選択肢があって一つ正解ラブでそういった選択のマークシート式の試験ですけれども専門試験は 記述式ということでして書く試験なんですね。書かなければいけないわけです。実際ですね、まあだいたい1000字からですね、え1500字程度の論文を書いていくわけでありまして、書く試験です。で、これが目指 <coughs> しにですね、今この専門試験で、この記述の専門試験を出す試験というのはですね、非常に少なくなっていまして、まあ、あとも東京都ぐらいですね、地方ですとも東京都ぐらいになっていまして、非常に少なくなっているんですね。で、 逆にはもう、ね、それも,しかもこの記述試験オンになりましてその、ね、技術試験がですね外務専門職試験の中心になっているのが大きな特徴です。で、まあ、科目も特徴的ですね、まあ、憲法、国際法、経済学ということでして3科目しか出ないわけですがただねこの国際法というですね他の公務員試験にはまず出ないですね。 まあ、出るとしても、まあ、国庫総合職いなんですけれども、そねえー、国際法で、ね、まずですね、他の公務員試験では出ない、そういったあ特殊なね、えーまあ、特殊というか、ちょっとね、変わったね、試験科目があると。まあ、変わったと言いましても、外務省にとっては、これも必須の知識ですからね、えー、絶対勉強しなければいけないわけですけれども、まあ、外交官としてはね、必須の知識ですけれども、それか国際法という、そういったね、特徴的な科目があるというところは、ぜひ注意しておいてください。科目数は少ないけどね、ただ、 記述式だということで、各ですね練習をしなければいけないということと、これ国際法でねちょっとね特徴的な試験科目があります。で、具体的な試題形式ですが、各科目中三問中二問選択して回答するということになります。だ憲法も三問、国際法も三問、経済学も三問ですね。だからまあ合計九問ですけれども、で各三問中二問、だ憲法から二問、国際法から二問、経済学から二問ですね。 えー、合計六問回答するということになっていくわけですね。はい、まあなんね三科目中どの科目契約はその場で選んでいうわけですけどね。そういった三科目中ですね。あごめん三問中ね。えー、科目契約です。憲法国際契約はこれは絶対飛ばさなきゃいけないわけです。だから憲法にも国際法にも契約にも答えなきゃいけませんので、それぞれの科目からですね三問出て二問選択して回答するということになっています。 それ,それからですね、これもね、外務専門職権らしいですね、試験ですけれども、外国語の試験が重なります。まあ、一般のね、公務員試験でも、先ほどね、基礎能力試験にありますように、まあ、文章理解っていうことで、まあ、長文読解問題ね、出たりするんですけれども、でも、そんなにですね、問題数、まあ、いぜい4問ぐらいでありまして、それほどね、問題数がたくさん出るというわけでもないですし、先ほども言いましたように、まあ、長文読解問題ですね。 長文があってね、英語の長文があって、内、え、容、ー、と一つでも選べているわけですから、そんなに難しくはないんですが、ただこちらの外交試験はこれ結構難しい。そもそも試験時間が2時間あるわけですね。非常に長いということです。でえー、試験ですけども、和文外国語訳と外国語和文訳各2台ですね。つまり、えー、外国語訳の問題が2問、えー、和訳の問題が2問ということでして、まあ、合計4問答えるわけです。 で結構大変ですあの。文章も長いですね。要するに全文訳でありまして、例えば外国語訳であれば、まあ、英語例に言いますとですね、だいたい2パダクフライの文章ですね。だから、語数で言うと300バーズぐらいになると思いますけれども、300バーズぐらいの文章が2つあって、今度全部訳すんですね。<laughs> 今でも大学入試なんかであの英訳、和訳の試験はあったと思いますけれども、多分一文ですよね。 なんか長文があって、なんか1行か2行ね、下線が引っ張って、この下線部分を訳しなさいみたいな形が多かったと思いますけれども、その下線部分だけだったら全部なんですね。上から下まで、そうね、大、え、体、ー、300ワードぐらいの文章を全部訳さなければいけないので、結構大変です。で、だから1問あたり30分ですからね、それ30分でその300ワードぐらいの文章を全部ですね、もちろん辞書とかなしね、えー、全部訳さなければいけないわけでありまして、まあ結構大変な試験だと思っておいてください。 でえー、試験科目ですが、まあ、いろいろ選びます。まあ、一番、ねえー、受験生が多いのは英語ですけどね、ね、まあ、英語以外でフランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、えー、そういったようなものから選ぶ、一か国と選択して回答します。でちょっと注意としてい、ね、のは、平成26年度試験科はですは、ね、ちょっと科目が減ったんですね。3つ減りまして、オランダ語、ウルドゥー語、ヒンドゥー語、これが試験科目から外れました。だから平成25年までは このね、今のね、英語とかフランス語に加えて、これオランダ語、それからウルドゥー語、ヒンディー語といったものが、試験科目で存在していたんですけれども、この3科目が、まあね、やっぱり受験者もね、少ないということもあって、削減されたというところは知っておいていただきたいと思います。まあ、ただ実際、ウルドゥー語で受ける人とかは結構いたんですけどね、あのただウルドゥー語はの試験科目ではなくなったというところは、ぜひ注意をしておいてください。 でえー、この外交試験で一つ知っておいていただきたいのはその一番下に書いたことですけれども試験で選択した言語と研修語とは無関係ということですね研修語と言いますのは実際に外務省に入って専門にする語学のことを言います、えー、実際に外務省に入省いたしますと一つ自分の専門とする言語を選ぶんですね、まあ、英語とかフランス語とかそういった専門とする語学を選んでいくんですけれどもその自分が外務省に入ってから専門とする語学と のの試験の時の語学は、えー、基本的に関係がない,というわけです。つまり何言ってるかというと英語で受験した場合にじゃあ実際に外務省に入っても英語がですね、えー、研修法になるかというと別にそうでないわけでありまして英語で受験しても中国語が研修法になったりするというケースはあります。ただ、まあ、英語はね受験者が多いからまあ やっぱり英語で受験した場合大半の人は英語が研修語になるんですけどもただ英語の場合受験者が多いんでねあの英語以外のね言語が研修語になることもありますしあと逆にそれ以外ですね例えばフランス語をですね研修語にしたいといった場合はそればフランス語で受験した方がいいです要するに研修語をね厳くさいんでねこの人をね何語にしようかと考えた場合にフランス語で受験している人としない人がいた場合はやっぱりフランス語をね受験した人をフランス語の研修しようと思いますのでね そういいうったね、えー、フランス語とかですねアラビア語とか中国語とかねそういったね、えー、自分がねその外務省に入って専門としたり語学があるんあれば、まあ、それで受験した方が、まあ、研修はね実際それが世間になりやすいということはありますのでね、まあ、そういうこところはちょっと留意してもいいかと思いますただ誤解しないでいただきたいのは言語による試験における有利不利これはないですだ英語で受験したから有利とかねフランス語で受験したから有利とか そ,れ、ねえー語,学ね、そう語学の種類による用意リフリーティングがないということはぜひ注意をしておいてください。なぜそう断言できるかというわけですけれども、えー、実際にどういう形で,です、ね、あの採用決定するかということをです、ねまあ、人事担当者に聞いたんですけれども、外国語試験ですけれども、外国語で要するに点数を出して合否判定をするんですね。だから英語で難点ではなくて、外国語で難点という形で評価していきます。 ですから、合意判定をする段階では、この受験生が何語を選んだのかっていうのは、実は分からないんですね。ですんで、関係ないですよ。今まで合意判定の場合には、あくまでこの受験生の外国語は何点であるという形で決定しますので、そういうこと、合意判定においてはね、えー、何語を取っているか関係ないわけです。ただ、合否を決めた後で、じゃあ実際にこの人は何語にしましょうかっていうときには、もちろん検討するんですけれども、ね、何語で受験したかということは検討するんですが、そのあくまで合否ですよね。 合格するかしないかの決定は、今言ったように、あくまで外国語の定数何点で決めます。英語の定数何点とかね、フランスの定数何点で決めるわけではないので、まあそういうことで、このね、えー、語学によるですね、その種類ね、言語の種類による有利不利というのはないというね思っておいてください。ですので、一番ね、自分が自信がある、得意な、ね、言語でとにかく受けていただきたいと思います。<laughs> それで一番下、時事論文っていうのをやめます。 これ名前通りですね、自、え、意、ー、的なテーマについて、えー、自分の意見を書いていくというものでして、これもまあ記述式、まあ、論文ですね。やはり戦、えー、時からね、1500種程度の文章を書いていくということですね。で、1台1時間30分ということでして、で、問われますのは時事問題ですね。まあ大体ね、直近1年間のですね、問題になった時事的なテーマについてあなたの意見を受けなさいというのがです、ね、このね、時事論文です。で、あとでも言いますけどね、従来は、 やっぱりあの国際関係外交に関するテーマが多かったんですが近年の騒動もなくてね本当に普通の G 論文といいますか国内的な問題ですね実際過去に出たものとしては裁判員制度とかあるいは少子高齢化ですね日本のねもうすいません日本の少子高齢化社会ですね対策としてどうしたことをすればいいですかみたいなことが近年に問われておりますのでなので幅広いやっぱり知識ですよね。 やっぱり外務省、外務専門職員だからといって、外交、国際関係ばっかりではダメでありましてね、やっぱり国内にもね、えー、目を向けていなければいけないわけでありまして、まあそういうこともありましてね、こう、自動文ですが、近年はね、そういった国内のね、えー、問題もね、結構よく出ますでね、ぜひそういったところは知っておいていただきたいと思います。はいえー、ということで、以上が一次試験ですね、まあ、筆記試験ですね、とね、えー、主に知識も評価していくのが、この一次試験です。 で、この一次試験に合格いたしますと、次の二次試験に進んでいくわけですね。えっ、ー、と、レジュメの3ページ目に移ってください。はい。二次試験ですね。えー、二次試験ですが、中心になってきますのは、これは人物試験ですね。えー、一時が知識面の評価をすると。まあ、公務員として、外務省専門職員としてね、仕事をできる知識、能力あるかどうかという、そういった知識面の評価をするわけですが、二次試験では人物面ですね。まあ、 あの外務省ね外交官っていうのもこれはまあ組織でね仕事をしていきますのでそう、ね、組織の中で協調性を保って仕事ができるかどうかそういったものを評価していくのが、まあ、人物試験ということになりますじゃあ実際どういった試験が課されているかということですけれども、えー、まずですね外国語会話っていうのがありますこれもやはりあの、ね、外務専門職らしいですね他ではない試験ですけれども、まあ、外国語の会話能力を評価していこうということですねやっぱりあの 将来的に通訳とかね、えー、そういった仕事をする人もいますので、それでね、えー、適性なんかを見ていこうというのが外国会話です。でえー、試験の形式ですが、大体30分ですね、えー、でしてで、試験官2名、いずれも日本人です。あの昔は3人で、1人ネイ、えー、ティブスピーカーが入っていたんですけども、えー、最近でもいずれも日本人で、えー、受験生1名ということで、まあ、2代1で実施すると。 で、えーだ、中身ですが前半は受験室の身の上に関する質問ですね要するに大学時代どんなことやっていましたかとかねなんで外務省入ろうと思ったんですかみたいなそういった身の上に関する質疑応答がなされますで後半は紙に書かれた文章の音読とその紙に書かれた文章に関する質疑応答です大体ですね A4 の紙にやはり2パラグフライのね文章が載っかっておりましてでまずあの目読させます読んでと で、音読させると。でその後とで書かれた文章について質疑応答ですねだから例えば1段落目の要約をしてみてくださいとかね、えー、あるいは1、ね、段落目の、ね、この単語の意味は何ですかみたいな質疑が、まあ、英語で、まあ、もちろん外国で行われていくのがこの外国語試験ということとなります、はい、であのないレベルなんですけれども受験生次第ですね あの変な話かもしれませんけれども要するに受験生の語学のレベルが高ければ高いほど試験も難しくなっていきます。だからあまり語学が、ね、得意でない人についてはそれなりの試験が実際にまして、えーね、そういった外国が得意な人に関しましてもむしろ、ね、そういった、ね、レベルの高い試験を行っていくわけです。 で当然ね,そのね、えー、難しいですね、試験をこなしていければ評価も上がるということでありまして、まあ、そういうことでこう、ね、外国会話はそ、ねえー、語学の、ね、能力の高い人は一発逆転になるところでありますのでね、えー、そねぜひ、ね、この外国会話で特に、ね、語学力で自分は、ね、アピールしていきたいという方はここでしっかりとアピールできるようにしておいていただきたいと思います。 実際、これこ結構順位の変動ありますからね、この外国会話でね、結構ですね、えー、順位の変動あるようですので、えー、しっかりとね、この外国会話、特にね、外国で頑張ってアピールしたいという方は、ね、しっかりとブラッシュアップしていただきたいと思います。<laughs> さて、えー、それからです、集団討論、まあ、グループ討論というのがあるわけですね。はいでえー、これどういうものかということですが、与えられたテーマに関して受験生同士で討論するということです。 大体 1>,、えー、1グループ6名程度でありましてで、えー、20分間で自分の意見をまとめて40分間受験生同士と討論するということです。でテーマはやはり日本外交で関するものが多いんですねそう安全保障知国のね常任国についてどうしますかとかね、えー、昨今の、ね、東アジア情勢どうしたらいいですかみたいなそういったねまだ辞的なことが聞かれることが多いんですがただね最近はやっぱりですね あの外交と関係ないテーマの時もあるんですね最近実際にあったテーマとしては「死刑制度を是非」みたいなことが実際聞かれておりますですのです、ね、まず死刑をね存続させるべきか廃止させるべきかとそう,、ね、そういったの問題ですよねそういったようなことが問われることもありますのでやっぱりねあの幅広い知識ですね外交国際関係だけだなってね国内のねそういった社会問題についてもねきちんと目を配っておく必要がある一時試験のね そういう自動論文対策としてももちろんそうですけどもねこう集団討論対策としてもね、えー、最近はですねそういった国内の問題を、ねえー、問うことがありますのでしっかりと、ね、国内の、ねえー、問題についてもね、えー、最低限の知識は、ね、身につけておくようにしておいていただきたいと思います。で、えー、まあ大体その、ねえー、6人いてその前で5人ぐらい試験考えて随時評価してるっていう感じですね、はい、集団討論の試験官も大体5人です。 でそれについいいてて評価しているという感じですねでただ集団討論ですけどこれは何て言いますかですねあのネガティブチェックの要素がひ強いみたいですねそれは集団討論をもうすごくよくできたからです、ね、受からせるっていうことではなくて集団討論でそう協調性とか、ねえー、そういった人がない人をです、ねまあ、落としていくという感じの、ね、要素が強いのが集団討論ですね、まあ、外さないことが大事です、ね、まあ集団討論ですけど大体いい失敗するパターンって2つあるんですね。 一つがあの話せないともう何もね、えー、集団等の間全く発言しないということでして、まあ、そうすると、まあ、まずね、えーまあ、評価のしょうがないからね、えー、それ不合格ですけどももう一つが話しすぎです調子のあとずっとね話し続ける人がいるんですけども、まあ、そういう人もね、えー、不合格になるわけでありまして話せないと話しすぎですねこの2点さえ気をつければですね、まあ、とりあえず大きな失点はないでしょうからそう、ね、話せないと話しすぎだけはね注意していただきたいと思います。 さて、えー、それから、あ個別面数も、ねえー、実際にできます。ですねえーまあ、先に形式から言いますと、ね、試験官5名対受験生1名ということでしてで試験官が集団等の時と同じなんですね。集団等の試験官5名がそのままあ個別面数の、ね、面接官となっていきます。でえー、平成25年から、ね、2回実施に変わっています。それまだ1回だけだったんですけどね、えー、やっぱりその人物試験をね、人物面の評価を重くしようということでしょうね。まあ、ということで2回実施になりました。 で、面接時間、ね、約20分になりまして、ね、聞く内容はね、まあ、本当、普通の面接ですね、だどうして外務省に入りたいのと、どうして専門職なのと、あなたは聴取なりみたいなことを、ね、聞いてくるのが、まあ、この、ね、個別面接ですので、まあ、そういった面接対策ももちろんきちんとしていただきたいと思います。そしてもう一つ、まあ、身体検査ということでして、胸部伝統原検査という,、ね、そういった内科的な検査も行います。 あのでこれ、心配される方がいるんですけれども、あのそんなに心配するうないですあの、そんなにね、あの頑強なんですね,あのですね体でなければいけないということではなくて、日常生活を普通に送っていればいいわけです、ただやっぱり、外国に行くこともありますので、一応ね、えー、検査をしておこうということでして、まあ、身体検査もあるということは知っておいてください。それでね、えー、一次試験と2、ねえー、次試験で最終的な合否を、ね、決定していくわけです。 じゃあ実際ね、えー、どれだけ合否を決定するか、拝点ですね、これについて見ておきます。各、ね、その3ページ、総務の続きですが、えー、一位試験と、ね、二位試験がありますが、こ、え、れ、ー、実は、ね、若干変更がありまして、あ平成25年から変更があったんですけれども、まあ、どうか変わったのかというと、えー、平成24年までは外国の試験が2点、13分の2だったんですけどね、それが12分の1ということで、ちょっとウェルダーが下がったというところはあ注意しておいてもいいかなと思います。 まあ、ということで、えー、入ってんですけれども、基礎能力試験が12分の1、で、えー、専門試験が12分の3、で、えー、外国試験が12分の1、で、自動運12分の1、で、人物試験が12分の5、やっぱり大きいわけですね、まあ。これは、あのー、集団等のと、ね、個別面接と全部入っていますけれども、そう、12分の5、そして、えー、外国試験が12分の1、これ、会話ですね、試験が12分の1ということになっています。 ですので、とり試験だけで限定していきますと、基礎能力試験は6分の1、専門試験は6分の3、外国試験は6分の1、児童部6分の1ということになりますので、だから50%が専門試験を占めるんですね。で、とりあえずこの一日試験を突破いたしましと次に2次に行きませんから、まだ一日試験をどうやって突破するかということになるわけですが、この6分の3、半分が専門試験なんですね。というあえで、やはり、 外務専門試験では専門試験対策がね大きな鍵を握ってくると実際にあのここで大きなし、ね、ある程度点数を稼いでおけば他でよっぽどの失敗しなければ合格できますあのほ逆にあの外国高試験とか G4 部の他の科目の試験がどんなにできてもあの専門試験だけができないとやっぱり分からないですねだから専門試験ができなくて えです、ね、えー、受かるというケースはないんですけれども、えー、専門式が良くて G ロムが悪く受かるというケースはわゆて配点から見てもねありえますので、まあ、まずはねこう専門試験対策をきちんとしていかなきゃいけない実際配点的にもね、えー、こう専門式がねとてもね重要でありますしでやっぱり実際差もつきやすいですからねやっぱり勉強したかしないかの、ね、差がはっきり出るのが、まあ、こう専門試験でありますので、まあ、ということでこう専門試験対策をねきちんと行うというところを、ねまあぜひ意識していただきたいと思います。 と、えー、ということで以上はね、まあ、試験の内容ということですね。一次試験の、ね、知識面の評価と二次の、ね、人物試験の評価でですね、最終的に合票を決定しています。注意としてね、今はね、要するに人物のね、ウェイトが高いんだということはありますけれども、ただ、一次試験だけで見るならば、もうね、こう専門試験がね、圧倒的にウェイトが高いですので、まあ、専門試験対策というものをまず行っていかなければいけないというところをね、ぜひ知っておいてください。 さてえー、ということもう一度ね、試験の特徴に関しまして、確認をしておきたいと思います。4ページ目を見てください。はい、えー、2番、試験の特徴ということですけれども、まあ、繰り返しになりますけれども、といううにかくね、こう専門3科目ですね、えー、憲法、国際法、経済学の対策がとても重要でありまして、そね、専門3科目の成立基準が非常に高い一1試験だけで限定すればね、50%ですからね。 まあそういうことでして、こう、専門3科目で勉強をまず行っていかなきゃいけないということを意識してください。で、こう、専門3科目が特徴的なのが、記述試験だということですね。それが2番目でありまして、さて、記述試験対策が必須だということでありまして、つまり、表現力を身につけることが必要になってくるということです。つまり、卓一試験、選ぶ試験あるならば、あの、まあ、ある程度ね、理解をすると。 まあ,ある程度、なんか漠然として理解でもね、なんとなくの理解でも解けるんですけれども、書くとなりますと、なんとなくではダメなんですよね。それはっきりと、ね、自分の意見、そうね、何が問題だって、その問題点については私はこう考えます。なぜならば、その何が問題なのかと。で、どういう欠損になるかと。で、欠損になる理由は何なのかということを、はっきり文章で書けなければいけませんで、そういう生半可理解ではダメなんですよね。本当はっきりと。 理解しきることが必要でありまして、それでまさにね、えー、きちんと理解をして表現する。それねえー、理解で表現するという、ね、力を身につけていかなきゃいけない。しかも書けなければいけませんがね、頭の中で分かっているだけではやはり不十分でありまして、文章で表現できなければいけません。そういったね、表現するという、ね、要素が入りますので、ここは、ね、注意しておいていただきたいと思います。ただ、表現力といってもね、あのフィギュアスケーターの、まあ、芸術点みたいな話じゃなくてですね、別術って芸術性では要求されるわけではないです。要するに分かりやすくですね、 そうきちんとですね、えー、何が問題かはっきり示し、で、問題点に対する既存をきちんと示す。で、大事なことはそう、既存に対する根拠を示すということね。そう根拠をきちんとです、ねえー、示すことができるかどうか。それが、まあ、こういう表現力ということになりますので、別に芸術的要素とか一切入ってませんからね、そういったね、要するに説得力があるね、そういった分かりやすいですね、文章が書けるかどうかということですので、そういったところが要求されていますというところは、ぜひ注意しておいてください。 あと、特に、まあ、法律科目なんですが、えー、試験の関心分野が出るという傾向にいます。まあ、ただ、最近はちょっと弱まっていますけどね、最近は、まあ、試験の関心分野というのはね、あの、本当、基本的なテーマについて問う傾向が強くなってきますので、まあ、それはそれでいい傾向だなと思いますけどね。えー、ただ、ね、特に昔はですね、そういった試験のね、関心分野からよく出るということがありますので、まあ、試験の関心分野、まあ、研究分野ですね、そういったところは、まあ、ちょっと注目した方がいいということはあります。また、 最近話題になった問題が出るという傾向も、当に憲法なんか強いんですね。なので、えー、どういう最新の判断ね、えー、最近話題になった判例なんかには注意しておくと。議員定数の問題とかね、えー、あるいはですね、えー、非嫡出の問題とか、あそれとのことなんかね、えー、まあ近年憲法なんかでと問題になっていますので、まあ、そういったところは注意した方がいいということあります。ただ、別にそこだけ出るというわけではないんでね。 えー、基本的にまますのであというわけで特に大事になりますのがそう最初の2つですよね。とにかくですね、えー、専門3科目の比重が高いですから、えー、こうきちんと勉強しておくということと、そうね、記述試験なんて、ね、いうね、各練習を、ね、しなければいけない。ただね、理解するだけではなめなんで、各練習を、ね、しなければいけないんですよ。これがね、外務専門職人で一面で、ね、大事なところだということは、ぜひ知っておいてください。 まあということで、もう少し、ね、具体的に学習法に、ね、移っていきますが、じゃあどうやって勉強すればいいかということについて話をしていきます。<laughs> それということで3番です。まずは専門3科目の学習法ということでありまして、まあ、憲法、国際、経済、これを、ね、どう勉強していくのかということですが、まず憲法ですね。まあ、そもそもどういった問題が出てるんでしょうかということですけれども、えー、こういった問題が、ねまあ、出ているわけです。 で、えー、まず1問目ですけどね、えー、どんな問題かと言いますと、ちょっと自覚しといたほうがいいかな、一緒、えー。憲法、ねえー、ですね、えー、1問目の問題が見ていきますけれども、えー、憲法77条1項は、えー、最高裁判所規則制定権を定めているが、そこでの規則事項と法律との関係について論じなさいということでして、規則ですね、規則と法律、規則と法律の関係を論じなさいといです。 まあ法律というのは普通国会が作るわけでありまして、まあ、国会が作るルールを法律と言いますね。で、国会だけじゃなくて、最高裁判所も規則を制定できるんですね。こう、最高裁判所規則と言っていますが、この規則と法律の関係。だから例えばね、規則の内容と法律の中身が矛盾したらどうするかということでありまして、それでね、規則と法律が矛盾する場合に、まあ、どっちが優先しますかねと、えー、そういったことが問題になりますのが、この一番の問題ですね。 まあこれはそういった意味で、まあ、国会と、ね、裁判所ということですね、まあ、やっぱり統治と呼んでいますけどね、その国の組織ですよね、国会内閣裁判所と言いますそれ、ね、国の組織に関する問題ですので、まあ、統治機構からの主催ということとなります。で2番です。 私、えー、立工業高等専門学校の学生が新興宗宗教の教義によって禁じられているとして、えー、必修科目の体育の剣道実を拒否し続けたため、えー、言及流暢を経て退学処分になったと、えー。このような処分は憲法上どどう評価されるかについてのんじゃさいというわけですね。えー、この剣道実技のね拒否、あこれ拒否はちょっと間違ってますね。あこれは、ね、否定の方ですね。あの許す認めじゃなくてあの。 手辺の,方です手辺の、ね、拒否ですけれども、えー、ですけど拒否続けたということでありましてで減給留置を経て退学処分したと。要するに剣道免というのが、まあ、人を殴る行為なんでこういう宗教的にできませんというわけですよね。だからそういうことをするったです、ねえー、剣道ができないただ剣道しませんと退府の退院が出ないので退、まあ、学になったわけですね。 まあそういうことで一緒でね、えー、剣道のね、えー、実技ができない、その,剣道,の剣道ができないということで、対価証にしたということで、これが、まあね、生徒のね、学生の信、えー、教授の侵害なんじゃないですかというのがまあ問題になってくるわけですね。まあ、それともね、まず、いわゆる信教授ですね、その宗教を信じるということ、その信教授の、ね、が問題になったわけです。で、3番ですね、A 氏において B 新聞社を経営し、多くの市民が購読している B 新聞を発行することを行としている X は、 A 氏市長に Y に対しついて、Y が在学していた当時の同級生への取材に基づいて、Y が合成時代に非常に性的に乱れた生活を送り、配偶者を有する Y の交際相手の婚姻生活を Y との交際が原因で破綻させてしまったこともあったとの記事を掲載したと。Y は次の A 氏市長選が近づいているため、この記事を見過ごすことができないと考えて、A 氏を管轄とする検察庁に相談したところ、X は Y の名誉を毀損したと起訴されたと。 本日含まれている憲法上の問題としてきたうえで、あなた自身の見解を展開しなさいということでありまして、それは別に、ね、B 社ですね、B 新聞社ですよねが、そねまさにその誹謗中傷するような記事を書いた、それ名を、ね、既存する記事を、ね、書いたわけでありましてで、名を傷つけられたということで、まあ、訴えそ、ね、起訴されたということですけれども、ただ、えー、確かに、ね、名誉は大事なんですけれども、まあ、新聞ということで、新聞を発行するというまあ表現ですよね。 まあ表現の自由になりますので、そ、ねえー、じゃあ、名誉をね、守るということと、表現の自由を守るこのね、両者の関係が問われていますのが、こ3番です。だ2番は信教の自由、3番は表現の自由ということですので、まあ、どちらも人権の分野が出てるということでして、大体いい憲法はね、こういったね、統治1問に、人権2問、えー、そういった形で問題がな、ね、出されというところを、まず知っておいていただきたいと思います。はい、ということで、5ページ目に行きます。<coughs> 憲法のね、傾向対策というところ、話をしていきますが、まあ、今言いましたようにですね、まんべんなく出ています。えー、人権統治ね、まんべんなく勉強することが必要でありまして、本番の試験では、あ人権化2問、それ統治から統治化1台出ておりまして、でこれも本当、ここしばらくね、もう10年しかかかっていないですね。なので、今後も人権化2問、統治化1問出るということが予想されます。とするとですよ、3問中2問選択だから、 にも答えればいいんでしょうとだったらば、まあ、人権だけ勉強すればいいんじゃないんですかって考える人がいるかもしれませんけどもそれはかなり危ないです。産業ですだからといって今言ったように人権のみ勉強すするのは結構危険です例えばその平成23年の第一部に見られますように、えー、人権に関する問題って非常に難しいことが多いですね。ですんでだって人権2問出るんですけども一問はまあ標準的な問題ですが一問すごい難しいというケースが多いんですね。 だそういうことでして、えー、人権2問だと、一問書けても一問書けないというケースが結構あります。これに対して、統治の方は、比較的書きやすい問題であることが多いんですね。例えば、こね、その平成25年の第一問はそう、ねえー、規則とです、ね、法律の関係で、これも基本的なあーです、ね、テーマです。ですので、書きやすいんですね。ということは、人権統治、まんべんなく勉強した方が無難です。 だ人権2問にかけるのではなくてですね、人権の標準的な問題で同調一1問ずつ書くというのがね、それがですね、スタンダードな、ね、対策なんでありましてそれ、ね、人権2問にかけるとね、人権の、ね、1問がすごく難しいということが多いですので、まあ、そうするとね、なかなか書きにくいということがありますので、まあ、そういうことをね、このまんべんなくね、勉強する。人権だけではなくてね、人権とね、当主とね、両方を勉強するということはぜひ心がけてください。で、 特に人権についてそうなんですけれども、判例をきちんと勉強していただきたいと思うんですね。<laughs> 今見た通り、人権分野のほとんどの問題はいや事例の問題です。そうね、えー、そう、その、ね、工業高等専門学校の学生がね、そうね、えー、その権利ができなかったとか、そね、新聞社発行したね新聞が名誉を傷つけたとかそ、そういったなんかね、事例を元にした問題でありまして、そういった事例問題なわけです。で、この事例問題ってどこから出てくるのかってわけですけれども。 <laughs> 全く架空の事例というのはないわけでありまして大体過去に実際に問題だった事件ですねつまり判例を題材に主催されています判例というのは過去のね最高裁判決と思っていただければいいんですがそ過去の最高裁の判決であるこの判例を題材に主催していますですので判例をやっぱりきちんと勉強しておくというのが必要なんですね これは平成25年の第2問、第3問、どっちもそうですね。えー、第2問ね、そのエホバの少女剣道拒否事件というね、その有名なで、ね、新居の順に関する判例でありますし、まあ、第3問もね、北方ジャーナル事件とい言いますとね、えー、新聞社の表現とですね、名、え、誉、ー、とか問題になった有名な事件がですね、問題になっているわけでありまして、それで、ねえー、過去にですね、で、えー、実際に問題になったですね、判例を題材に出ることが多いです。問い出しますと、やっぱ判例を勉強しておくことが必要でありまして、 そ判例を勉強して何が問題なのかとでそれに対してですねどういう結論が考えられてその結論に至る理由は一体何かそうね判例における問題点結論理由をねきちんとお勉強していくというのが、まあ、非常に人権には重要です、まあ、そういうことねその人権分野におきましてはこの判例学習というものがね欠かせないというところはぜひ知っておいてくださいまた3番目ですが最近の憲法問題に注意するということですね 先ほどもね、そういったね、特徴で言いましたように、比較的最近話題になっているね、えー、テーマが取り上げられることが多いです。まあ、そういうことでして、そう、2行目のときりね、最新の憲法判例ですね、えー、こういったものがね、えー、出た場合は、ぜひね、注意しておいていただきたいと思います。だから実際でですすね、最近ですと、 銀帝付近項の,のも、ね、問題とかっていうのはこれで、ね、結構注目されますのでそれで、ねえー、新しい判例が、ね、出た分野なんかはあ特に注意して勉強しておくことが必要ですただしじゃ最新判例だけ勉強すれば分かるんですかってわけですがもちろんそうではないわけですよ今回の問題に限定するならば最新判例は全然ないわけでありまして でそうなりますと、やっぱり基本的な知識をねえ、きちんと身につけていくことが、まあ、試験対策では一番大事ということとなります。<laughs> えっと、<laughs> 日本版ですねそう、基礎知識を身につけるということですね。まあ、今も言いましたよね、それえー、いくらね、最近話題になったね、憲法上論点に座る,ることが多いと言いましても、そこだけ勉強すれば、答案書くことができるというものではありません。 実際ね、平成25年の問題ね、全然最新問題とは関係なかったからね。まあ、そういうことでして、まずは基礎知識をね、身につけるということが重要です。まあ、人権であれば、まずどういった人権があるか、人権の内容やあの限界の問題、当然人権というのは無制限ではないですからね。その平成25年の第三もありますようにですね、いくら表現の自由があるかといって、人の目を傷つける表現まだできませんからね。そういった限界があるわけです。 そういった内容限界こういったものについてきちんと説明できるすることが必要ですで当時であれば各国家機関ですね国会とか内閣といった各国家機関の権限の内容とその限界や例外ですねだから実際その第一問がそうですよね、えー、内容と限界ということでしてその、ね、最高裁判所もね規則を制定できるんですがだからといってね全く無制限にね規則を制定できるわけではなくてやっぱりそこはね 法律とぶつかってはいけないというね限界がありますのでこれ法律との関係がまあ問題になってくるというわけです。まあ、そ,れこそで、ね、まず基本的な知識を身につけていくのが大事でです。す。そこからスタートです <laughs> でま,あ、まず基本的な知識を身につけた上で具体的な判例とか最新の判例、ねまあ、重要判例から最新の判例を勉強していくというふうに徐々にですね,、えーねえー、発展させていくという形で是非勉強していってください。そして、 じゃあじゃあ何をやるのかということですけれども、論点ごとの答案の作成をするというのがとても重要になってきます。まあ、次の段階としてということですが、論点ごとに答案をまとめるという作業が必要です。何も準備しないで試験場で考えて書くというのはもう無謀なんだりまして、ある程度ね、どのような問題についてはどのような答案を書くのかということを準備しておくことが必要です。だから例えば新規の中についてはこういったことを書くとかね、 今言った、ただ表現の自由と名誉毀損との関係についてこういう答案を書くと。それで、ね、まあ基本的なね、テーマに関しまして、あらかじめ答案を準備しておくんですね。で、あらかじめ答案を準備しておいて、で、準備した答案を実際の試験場で書くと。そういうのがですね、まあ実際の試験のね、流れになっていきます。ですので,それで、ね、まずはね、そういう答案をね、書く準備をしておいてください。で、具体的に言いますと、3つありましてね、まず何が問題なのかという問題の主題ですね。で、結論。 それで一番大事なのはこの理由です。こうね。問題、結論、理由。だから第一問で言うと、まず何が問題なのか。そういったね、まさに規則と法律が抵職した場合どうなるかっていうのが問題なわけですよね。それが問題の主体です。で、結論は、まあ、要するにどっちかを優先させるわけですね。法律を優先させるとか、まあ、規則を優先させるとかね。あるいは、新しい法を優先させるとか、いろいろあるんですけども、ただ問題と結論ですね。で例えば法律を優先させると。 じゃあなぜかと。だけど、理由ですと、ね。なぜ法律を優先させるのかそう、ね。理由をきちんと書けるかどうかというのがね、まあ、評価のポイントでありましてこう、ね、理由が書けていなければ、もう全然評価されません。ただ、法律は優先します。まずだけでは、もう全くね、点数がもらえないわけでありまして、なぜかなぜね、法律は優先するのかということをねえ、きちんと説明しなければ、全然ね、評価されませんから。ですんでね、えー、まあ、答案の準備と言いますけれども、具体的な準備としてはね、特にこう理由ですね。 その問題点についての結論と、これについての理由をね、きちんと書けるようにしていくという作業がですね、まあ実際の勉強ですと、それ根拠ですね、理由をきちんと説明できるようにしていくのが、そねえー、まあ特にね、憲法とかね、国際法といった法律科目の勉強です。まあ経済の問題ですそれ、ね。なぜそうなるのか、そのね、理由根拠に、ね、きちんとね、まあ法律の場合ね、えー、文章ですけども、経済の場合ですね、数式やグラフでまあ説明するわけでありまして、まあ通話違いますけどね、 まあ文章か、ね、数学かということで,、まあ、それで道具は違いますけどもやることは同じでありましてきちんとね理由を説明できるかどうかというのが試験のね評価のポイントになりますのでそこはねきちんと意識して勉強してくださいなぜかとなぜそういうことを言えるのかこうね理由をねきちんと説明できる数ということを中心にぜひ勉強してください <coughs>、まあ、ということで繰り返しつつが一番下、まあ、大事なんで繰り返しますがという理由付けです作、ね、作成作業で一番大事なことは 理由づきをね、きちんと書けるすると、こうね、理由を書けるするというのはね、えー、大事なんですよ、というところをね、ぜひ押さえておいてください。特にね、方、ま、角、あ、なんかですと、ある問題に対する結論というのは普通2つしかない。まあ、できる、できない、違法合法、意見合憲というね、または2つしかないわけですから、だから結論だけ書いても本当に評価されません。大事なことは、結論に至る理由ですね。ちゃんと説得力あるですね、えー、理由づきができるかどうかというのがね、えー、大きなポイントです。 まあ、あの法律学というのはあの自然科学と違ってあの真理を発見する学問ではないんですね。説得の学問になりましていかに自分のケツを他の人に説得させるかどうかこの説得の学問なんですね。なのでそういった説得しなければいけないわけですがじゃあどうやったら説得するかと理由根拠を示すしかないわけですね。これこれこういう理由で一見なんですよとかこれこれこういう理由で合憲なんですよっていうことで理由を示して相手を納得させるしかないですね。 そ理う由う、ね、付けというのは、ね、うきちんと理由を示して相手を納得するそれがです、ねえー、法律学の、ね、中心となりますのでですのでそう、ね、どうしたら相手を説得させることができるかと、そうね、相手を説得させるためにどういった、ね、どのように説得力が理由根拠を示すかということになりますのでそ、ねえー、理由根拠付けそ、ね、説得するための、ね、理由付けを、ね、きちんとできるようにしていくのが法学なんですよ。 法家学はね、えー、繰り返しですがそうう心理発見の学問ではなくてそ、ねえー、説明説得の学問なのでね、えー、そのように思ってぜひ勉強していってください <laughs> さて、えー、で6ページ目に行きますがこれも大事なことなんですけれども各位の上ですが実践練習をするというのはこれ以上です特徴で言いましたように規律式です 外務専門試験、記述試験ですので、書けなきゃダメなんですよ。ただ理解するのはダメなんです理解したこと表現書けなきゃいけないんですね。なので、書けるような練習というのが不可欠です。ということでして、そうね。例えば実践練習をするということでして、この論証力ですね。そうで、ねえー、文章を書いて説得する。そういった論証力を高めるためには、これは実践練習が不可欠です。それ実際に絵を描くという作業が絶対必要です。ですので、 もう外務専門試験に書えたいんであれば、とにかく数こなして田畑さん書いてください。もう書いた答案通り比例します。学力はね。外務専門試験に関する、ね、それ学力は書いた答案の通り比例しますので、とにかくたくさん等は書くということを行ってください。で、実際レックでもね。答案練習会ね、えー、模擬試験を用意していますので、えー、こういった機会を十分利用して、その論証力を高めるのね。実践練習をしていただきたいと思います。 ただねやっぱりいきなり書くと言っても難しいんでねあの段階的にね、えー、行うことをしています。まあ劉の場合ですとまずその,、まずそのまあ、スーパートア練習会ってありますけれども基礎ですね基礎編ということで、まあ、本丸の試験をねちょっと難優しいね、えー、問題を扱ってまずね基本的な書き方を学ぼうと基礎編ですね。でそれ応用編ということでこの本試験とね同じレベルの問題を扱って実際にね、えー、本丸の試験に対応できる論証力をつけていこうと。 で、最後、模試ということで、ね、本当にね、本番のようにですね、えー、そ記述対策をしていこうということでして、だから基礎応用、模試っていう形で、ね、徐々にステップアップして、そうやっね、えー、無理なくですね、そういったあです、ねえー、文章を書く力を身につけていこうという形していますので、まあ、大体ね、あの外務専門職を受ける方っていうのは、法律、経済、勉強を始めてっていう方が多いんですけども、全然ね、えー、怖がらなく結構です。みんなそうです、ね。あなただけではないです。あなただけが初めて法律を勉強するわけではないです。 みんなそうですね特に国際法なんかほとんどの人が初めて勉強する科目ですからもうね、えー、みんなね条件は五部ですので、えー、あとはね本当これからはどれだけ努力をしたかにつきますのでね、えー、そ法律全然勉強したことないんですけど全然気にする人ないですこれからはどれだけ、えー、勉強するかどうかですからそう気にしなくて結構ですその、ね、レックの、ね、そういったねそちゃんとねステップアップね段階的に,、ねそ,うねにね、そういったね書き量ようにするねそういったカリキュラムにしていますのでいきなりね難しいことやれるとは言いませんからね徐々にですね 難易度を上げていって、いっだんだんね、自然と本務試験でかける力をね、身につけていくようになっていきますので、まあ、そういった、そのつもりでね、ぜひ勉強してください。さて、えー、続きまして、国際法について見ていきますが、まあ大体かぶるんですけどね、ただ問題はちょっと短いですね、えー、ただ難しいです、結構。えー、第1問ですけどね、国際法による法の献血はどのような場合生じるかと。 えまたそうした状況に対するためにこれまで混乱されていて理論としてはどのようなものがあるかについて論じたこれは相当ちょっと難問ですね。えー、それから2番ですが個人の行為に起因する国家主権成長権について論じたこれは比較的優しいです。3番 国際司法裁判所管轄について裁判じゃ裁判条項及び選択条項を出す宣言の場合を中心としてこれまで以事を踏まえつつ飲んでくださいということになりましてこれもそれほど難しくはないですね要するに国際司法裁判所オランダのハーグにありますけれどもこれはです、ね、国内裁判所と違いましていつでも裁判できるというわけではないんですねいわゆる任意管轄あるいは合意管轄と言いますけれども紛争当事者に合意がないと裁判できないんですね。 だ一つでを言うならば例えば竹島ですけども、まあ、日本と韓国で争って言いますが日本はねずっと国際小裁判所と会計しましょうと言ってるんですが韓国は拒否してるんですねでそうすると裁判できないと日本と韓国が合意をして国際小裁判所、事件を持っていて初めて裁判できるんですねそういったね、まあ、合意轄とする特徴がありますので、まあ、これを説明しなさいっていうことで、まあ、これも比較的基本的な問題ですねだ2番3番解けばそんな問題なかったんですけど一1番からかなり難しいですね やっぱりあのー、一問はちょっとねちょっとかなり難しいものはね国際法の場合も入りますのでやっぱりまんべんなく勉強していってくださいということでま、ね、るに国際法の傾向対策ですがまんべんなく勉強するというのは今言っていたいです本当ね分野横断的に出ていますのでしっかりとね別に特定の分野からばっかり出るということはありませんのでまんべんなくぜひ勉強してくださいで近年の特徴ですが西洋への遠隔を学ぶということでして最近の国際法は 制度の遠隔、なぜその制度ができたんですかってそういったね、歴史をですね、極、え、端、ー、な問題がね、ちょっと最近よく見られますので、こう制度の遠隔ね、そ制度の歴史的展開ですね、えー、そういったものについてね、えー、もうしっかりとね、勉強するにしてください。ただ、基本は、やっぱり、ね、基礎的な知識を身につけるということでありますので、えー、基礎的な知識を身につけてですね、で、えー、実際ね、答、え、案、ー、準備して、確認するというのは、これはね、もう本当、憲法と同じです。だか7ページ目ですけどね。 <laughs> えー、論点ごと探索性ということでありましてこれもですねもう本当憲法と同じでありましてそういうことで、えー、論点ごと探索性して問題解像を有力確認するというところですねで実践練習というふうにして是非ね、えー、身につけていただきたいと思います。 さて各、えー、産、経営大学の傾向ですけどね、ね毎日平成25度の経営大学の問題ということですけども、ちょっと、ねえー、長いんでざっと、ね、見ていきますが、まあ、一番ですね、えー、ある企業がですね、えー、自らの生産物に対して、国内省と海外省において異なる状況視点に直面しと、と、えー、それぞれ上関数が次のとおりだということも与え、関数が与えられております。 でこの時きの、ね、次の質問すべてに答えなさいということでして、括弧一ですね。この企業が国内市場と海外市場と完全に差別化できるとすると、それの市場での生産量、価格、それで利事を求めなさいということでして、まあ、そうとね、計算問題になりますよね。で、カッコこの企業が規制などの影響で国内市場と海外市場と差別化できなくなったとすると、相場合どうなりますかということで、まあ、差別化できた場合とできなかった場合、ね、きちんと区別をして説明できるようにして、説明してくださいよということですね。 まあ、ミクロ経済の問題ですね。それから2番です。A 国と B 国の2国からなる標準的なマクロ経済モードですね。だ大体いいミクロ経済はマクロ経済と、あと3番が国際経済なんですが、2番はマクロ経済ですね。に基づいて以下の質問に答えなさいと。各国ですね。両国が固定相場差を指している場合について、A 国の拡張で金融政策及び財政政策が、A 国と B 国の国民所得及び世界全体の金利水準にどんな影響を及ぼすかを説明しなさいと。 で過去に今度変動相場し場合じゃどうなのかっていうことでして、それえー、固定相場と、ね、変動相場の場合の違いをちゃんと踏まえて説明しなさいよということになるわけです。で、8ページ目に行きますが、これは国際経営ですね、えー。自由な資本移動のもとの為替相場に関する以下の質問に答えなさいということでして、えー、自国の金に外国の金に為替相場の間の環境を説明しなさいと。 括弧に自国および外国の金融政策が、為替相場に及ぼす影響を明らかにし、通貨安競争と呼ばれている現象を説明しなさいと。各さん、外国為替市場への不対価介入とは何かを説明し、総合概要に述べなさいということをして、まず、あ、は国際経済に関する問題。ですので、経済は、ねまあ、ミクド、マクド、そして国際経済という、そういった主体パターンになっています。で、経済の傾向ですが、難易度の変化は結構激しいんですね。 その一部意味であるとでして、例えば2005年まではゲーム理論などのかなり高難度の問題といいますか、はっきり言えば誰も答えられないだろうという問題が出ていたんですね。えー、しかし2006年から2008年まではかなり基本的な問題が出ています。特に2009年また難しい問題が出ましてで、最近やっぱりまた基本的なんですね。そういうことで結構、その難易度の差が激しいというのが一つの特徴です。ただ、難しい問題が出ても気にしなくていいんですよ。 そうね、二段並みに書いてある「ただし」っていうことですが難問はほとんどの受験生が解くことはできませんので心配いらないです。ですんで難問が出たときには基本的な知識で解くことができる、まあ、部分点稼ぎでね、えー、転数積み重ねるだもう満点もいいだからね部分点を稼いでいくという感じでね、えー、そういったら頑張るということですね難しいものはみんな解けませんからね別に私だけは解けないわけじゃないんでねだそこはあまり気にしなくていいです。 で、今でミクロ、マクロ、国際経済が出るんですが、やはりミクロ、マクロ経済が中心に勉強していくのがスタンダードです。えー、今言って主体分野に関しましては、ミクロ経済学、マクロ経済学、国際経済学が各一台出ると、これはもうずっと変わっていないんですが、ただ、国際経済学は、今年はそうでもないですけど、例年難しいんですね。で、受験生もかなり苦手にする人多いです。ですので、ミクロ経済学、マクロ経済学で確実に同学経営にするというのが確,、ね、確実です。 で特に経済が苦手な方は、国際経済にはね、えー、いっぱい手を出さない方がいいということがありますので、だミクロマクロで勝負をすると。国際経済は、ね、よっぽどね、あの経済学部とかが、ね、経済が得意でない限りは手を出さない方がいいということでして、だここはちょっと憲法、国際法と違いますね。憲法、国際法はまんべんなくなんですけども、えー、経済はむしろね、このね、このミクロマクロ経済を絞って勉強していく方が、ねえー、無難でありますので、だから経済は比較して絞ると。 ね、ミククロロ経経済済とマ済ただまあ、ミクロ経済はマクロ経済だけで言うならば、もちろんまんべんなくね、えー、勉強することが必要なんですけれども、ただ国際経済はね、あまり手を出さないほうが無難です。で、やっぱり経済学の思考パターンですよね、えー、これがね、えー、やっぱり最初身につけるのはちょっと難しいんですよね。まあ、定義して、仮定して、分析すると。 で、結論が出て妥当性っていうのはまあ一つの思考パターンなんですけれども、この思考パターンについて各、ねえー、論点について、ねえー、理解をして、えー、十分な説明できるようにすると、まあ、場合の数式グラフを使って説明するということですね。で、このパターンはやっぱり最初はちょっと慣れないんですよね。ですんで、この思考パターンにまず慣れるためには、やっぱりいくつか、ね、やっぱり問題演習が必要でありますので、講義を受けて問題を解いて、こう基本的な思考パターンを、ね、ぜひ身につけていってください。まあ、そういえばちょっと時間がかかりますね。 なんていうかですけどもあの憲法とか経済学というのは勉強時間に比例してです、ねえー、いくわけでありましてだんだん、ね、その勉強時間が増えれば増えるほどです、ね、成績が上がっていくわけですけども経済は極端ですよねしばらくずっとできない時期があってある時ピョコンと上がるんですねだからそこのピョコンと上がるところまであの我慢できるかどうかが勝負っていう感じですね。 だらなだだからね、そうだね、直線ではなくて、これ、急角度になりますので、ここまで頑張る、ね。だすとね、時間がね、それねかかる学問だと思っていただきたいと思います。まあ、そうしますとね、やはり問題演習がやっぱり人そのね、その経営大学の思考パターンを身につけるためには、かなりその問題演習できちんと行っていただきたいと思います。まあ、というわけで以上はね、まあ、大事な専門参加目の勉強法ということになります。まだね、専門参加もきちんと勉強してください。 勉強時間としてもね、大体もう70%から80%は、専門参加もを当てるという感じになっていきますね。それぐらい大事だと思っておいてください。まあ、とはいえ、他の科目も大事です、えーね。9ページ目です他の科目の勉強法もね、話をしていきますが、<coughs> えー、まず、事業部ですけどね、先ほども言いましたように、まあ、日本のね、外交に関する問題が出ることが多かったんですが、ただ、平成21は裁判員制度、平成25年少子高齢ここでまあ全然関係ない問題が出ています。 ですので、あの最初、ね、試験の話でも言いましたけども、広くね海外だけの、ね、国際関係ではなくて、このよ、ね、基本的な時事問題についての知識も、ね、ぜひ身につけるにしてくださいで。時事論文は他人の意見の丸写しは全然評価されません。逆に法律や経済はもう本んに丸写しなんですよ。要するに学者の意見とか判決の丸写しは全然問題ないんですけれども、時事はそうはいかないですね。やっぱり自自分分のの意見自分の ある程度オリジナリティで要求されますので、そ自分の質問を出しながらですね、えー、解決策をね、えー、導いていく。そういったね、えー、ことは気をつけていただきたいと思います。で、えー、外国公式験ですけね、えー、先ほども言いましたように、えー、各2問ですね、えー、和訳2問、外国2問です。で、1問は国際関係に関する文書、もう1問は日常的な文章です。例えば1問はですね、あの核兵器をどうするかとかいった問題だったらば、もう1問は人工知能をどうするかみたいな問題だったりですね、だから全然関係ないですね、えー、ものが出ます。 まあ、そういったことで、ね、被災される分野に、ね、偏りがありますのでね、まあ、特に国際関係各文書はぜひ慣れていただきたいと思います。で、レベルは、その外国で発行される新聞の社説程度だと。あ、実際ねあの、例えば英語なんかで出ますのは、あの、ニューヨークタイムズの社、ね、説とかコラムとかそういったものでありまして、だ大体でね、新聞の社説程度です。だ英検準一級のレベルになりますよね。まあそういうことで、まあ、特に勉強するね、材料が少ない外国につきましては、 そうね、新聞の、ね、写社通り和訳するという形で、まあ、勉強しているかい,いからいいだろうと。英語であれば、ね、おすすめなのがね、こうジャパンタイム写説集というものでこれはまあ写説集なんですけれども、まあ、傾向的にも合っていますしてあの英文と和訳は両方載っていますのでね、あと単語の説明なんかもありますのでこれ非常に、ね、あの便利だと思いますのでまあなんかね、思いつかないのであれば、えー、こうジャパンタイム写説集なんかは比較的おすすめです。また、 高校試験でね、二次試験がありますので、まあ、発音とヒアリングの練習ですこれはぜひしていただきたいと思います。そして最後、一般教師権対策ですが、先ほども言いましたように、これは国家一般職試験の教師兼と同じ問題ですので、だから問題集としてはね、そういった、ねえー、まだ通常、ね、地上国家一般職向けの問題集で問題ない、まあレックの講座であればね、まあ、もちろんついてきますので、レックの講座で配布する問題集ねぜひ使っていただきたいと思います。で 先ほども言いましたように数定式のが全体の4割占めますのでまずは数定式の問題集用必ず行っていただきたいと思います。で確ね、あのウェイト的には高くないんですけれども決して軽視しないでいただきたいと思います。特にあの基準点制度があって、 あの40%切るとですねあの自動的に不合格になってしまいますのでその、ね、最低の40%は取っておかないと他のですね専門試験がどんなにでても合格しませんのでそのね基準点制度がありますから、ね、最低の4割を超えないとですねあの危ないそれ、ね、あの採点されないということになりますのでそこはくれぐれも注意していただきたいと思います。というとまずは数値の問題ね対策をきちんとするということと末川のね、まあ、特にまあ一般知識はとにかく、ね あの問題を解いてね、覚えると、問題解いてですね、できたかと、問題を復習するという形で、ぜひ知識のね、定着を図っていただきたいと思います。で、今後、じゃあ実際どうやってね、勉強していくのかっていう具体的なスケジュールになりますけれども、まあ一つのね、モデルを示しますとこんな感じになります。それが最後10ページ目ですけれども、 まあ春からね、勉強始めるということで仮定しますと、まあまだね、数十人の印象、ずっとですね、これはまあたでもね、えーまあ、そんなね、長時間キリストないので、ね、まあ一日三十分程度で家庭学問題を解くと。え、最初はまだ憲法ですね、憲法から勉強していただきまして、でですね、経、え、済、ー、国際法と来ていただく。で、まあそうですね、 年内にはね、えー、講義は受け終わっていただきたいですよね。そうしませんと、その下の投案練習ができませんからね、まあ、年内にインプットは少なくて終わって、年明けから投案練習していただきまして、で最後ね、えー、直前の2か月ぐらいで投案の覚え込みするという感じになってきますので、まあ、少なくとも年内までは、ね、講義を全部受け終わると。で、えー、実践練習をして、覚え込みという感じで思っておいてください。 で、並行してですね、まあ、秋口ぐらいからは一般知識インプット、あと、まあね、直前期ですから、えー、年明からは G 動無対策、こういったものを行うという感じで、まあね、ぜひ勉強していただきたいと思います。まあえー、というかね、そう繰り返しになりますけれども、外務専門職試験では、とにかく専門の参科目、憲法、国際、経済が、ね、大きな鍵を握りますので、そこにね、まず万全の力を、ね、注いでいただいて、でその参科目中心として、数的処理とか、外国とか、 そういったものをね、あわせて勉強していける形でぜひですね、えー、勉強していただきたいと思います。はい、まあ先途中でも言いましたけどね、まあ、初めて勉強されるね、憲法やね、えー、国際法で初めて勉強されている人がね多いかと思いますけれども、みんな同じですからね。えー、そこはですね、えー、焦ることなくですね、えー、しっかりとね、地に足をつけてですね、着実に勉強していっていただきたいと思います。 まあ、そういった努力は報われる試験になりますのでしっかりと、ねえー、基礎を、ね、大事にして、えー、ぜひ勉強を、ね、していっていただきたいと思います。あと忘れないでいただきたいのは書ね技術試験ですから、ね、とにかく書いた、ねえー、答案の量にです、ねえー、比例しますのでたくさん書いてで、えーですねえー、添削を受けて直す書いて見せて直すこれが、ねえー、基本的な勉強法だと思っておいていただきたいと思います。 はいえー、ということで以上ですね外務専門職効果的学習法についてのガイダンスを終わりますどうもお疲れ様でした